い、皆さんこんにちは、こんばんは、知らないけどね、また時計を紹介したいコーナーでございます。今日はですね、ラドー、ラドーです。まあね、70年代ぐらいから80年代ぐらいに流行った時計みたいなんですけどね、日本では坂田貿易っていう、まあ、貿易会社が輸入してたラドー、ゴールデンホースですね。これもうこっちとクラフーボーがひげが入ってるんですけど、それとシルバーホース。いいでしょう、このシルバーホース。これをね、ちょっとね、紹介したい。まあ、ラドーね、いい時計だと思うんですよ。で、こっちのゴールデンホースの方は、ほんと60年代のアシード社っていうそのムーブメント。6振動 ?5 振動うん。ムーブメント。かな、うん。の、まあ、ゴールデンホースですね。プラフーボーいい風合いです。34ミリぐらいじゃないかな、ちょっと小ぶりなんですよね。それに比べてちょっと、若干37とか38ミリぐらいの、シルバーホースホースシリーズですねの、時計ですね。これまあこのねホースシリーズいろいろあってね、まあゴールデンホースもあるし、パープルホースとかグリーンホースとかあるんですよ。でホースシーズンの中でこのシルバーホースっていうのがですね、ちょっと若干マイナーというか、なんかホースシリーズ言えば、パープルホース、ね、まあゴールデンホース、パープルホース、グリーンホースなんですよ。で、書いてあるんですよ。シルバーホース Y と。まあシルバーホースもあるんですよ。で、とはいえね、この辺のね、時計って乱発されてて、例えばさ、このゴールデンホースの、まあ、なんていうの、サイズ違いがシルバーホースとかなるのかなって、いやそうでもないし、デイデイズだからその何、パープルホースとかそういうこと全然関係ないんですよ。なんか名前変えていろんなバリエーションがあるんですけど、デイデイトもあるし、デイトもあるし、こういうなんかフルーテッドベゼルの、まあパープルホースもこのフルーテッドベゼル、このギザギザのねのバージョンもあるんですよ。なんならこのゴールデンホーススポーツかなっていうやつもこういうフルデッドベゼル。何が違うかよくわからんっすね。わからないですよね。この辺でよく調べてもちょっと僕にはわかんないんですけど、いいですね。このプラフーボーの独特のね、なんかこの見てください、この文字盤。ビックリマンシールの後ろみたいなね。ピカピカしてるし。多分この、数字のところにセットされてる石は琥珀かなんかじゃないですかね。うん。であったりとか、文字盤がほら、立体的というかさ、数字があるだけじゃなくて、このなんか、なんていうの?インデックスがこう、凹凸がね、すごくあったりとか、あとこのフルテッドベゼル。これ全然このメッキじゃないんで、多分この色合いは、金属を焼いた色だから、まあ、全然メッキが剥けてないんですよね。こういうところを見ると、なんかこう、外に、外装になんかこう、力を入れようとした台、なんかラドーの、なんかこう、気持ちがわかりますよね。フルデッドベゼルといえば、結構ロレックスのデートとかデイデートっていうイメージなんですけど、そこと一線をガスかようにパクりつつも、一線をガスようにそのまあこういうなんか焼き付けの色でちょっと色をつけてみたいとか、そういうなんていうかな、素材で勝負しようみたいな、面白いですよねラドーって。うん、なんか一周回って私ラドーの時計いいなと思って、これね、しかもこの風貌はですね、オリジナルの風貌です。この辺に透かしが入ってます、ラードのね。よ、まあ、これ全然見えないんですけど、よーく見るとね、本当はここに透かしが入ってるんですよ。だからオリジナルの風貌です、これは。その当時の。70年代かな。これはもう、エタのムーブメントなんで、多分、まあ、70年代ですね。これはもう、60年代、アシルド社製のムーブメントなんで。だね、もう風貌がね、これもちょっと、オーバーホールとかしてあげなきゃいけないんですけどね。まあ、なんか、こう今ではもう昭和で死んだ時計なんて言われてるこのラドーですけれど、
ぜひね、ブランド力回復して、最近でもまだまだあるんで、言うてスウォッチグループのハイブランドに、こう、位置してるんでね、ぜひ、また、ね、日本で、ラードの名を、こう、復興させてほしいですね。別に、もう落ちちゃいないと思うんだけどな、勝手に。世界的にも有名ですよ、逆に。日本よりもなんか、ブランド力は、世界の方が、うん、世界の市場の方が、あれですね、保ってると思います。ね。このブレスはね、社外です。社外ブレスですね。というわけで、ホースシリーズ、ゴールデンホース、シルバーホースでした。ご視聴ありがとうございました。